はい、サポータちゃんの便検査、400倍ですね。便とあったかい生理食塩水まで400倍に拡大してます。はい、あんまり最近動いてないな。そんなことないね。動いてるよね。めっちゃ動いてるよね。重なってるとわからないんだよね。こうやってばらけてないとわからんちゅうことですよね。結構動いてますね。だから悪玉菌が増えてます。便の形自体もちょっと S から D ぐらい、何便かややギリギリのうんちでしたから、しょうがないかな。まあでも原虫ジアルジア取り込むなさはいなさそうです。はい、次、寄生虫に関してはちょっと後でわかりましょうか。はい、はい、未消化反応、まあ未消化反応出てますね。黒っぽいのが未消化反応です。炭水化物の未消化反応、脂肪の未消化反応、これあんま赤く染まったの見たことないね。スダンスリー、スダンスリー、これは無しです。そのまま寄生虫の卵という方ですね。便を皮脂の高い液体と合わせて10分間放置して上に浮かんだ卵があれば上に浮かんでくるわけなんですけど、それで集団放出、寄生虫の卵はないかどうかを見てます。今は倍率は40倍、40倍で大体わかりますので、いけばいません。はい、はい、じゃあ寄生虫はいないですね。以上です。はい。